KTS 防災プロジェクト、台風はどんな危険があるかな。台風が来ると新幹線並みのスピードで風が吹くことがあります。ガラスや看板、木の枝など壊れたものが飛んでくるかも。家の外にあるものは台風が来る前に片付け、台風が来たら外に出ないで安全な場所で過ごしましょう。